戦国乱世に終止符を打ち、江戸幕府を開いた徳川家康。意外と一人っ子のようなイメージを持たれがちですが、実は家康にはたくさんの兄弟が存在していたのはご存知でしょうか。大河ドラマでは伊布兄弟が登場していますが、実は伊母兄弟もいました。そして身近な存在として家康を支えたと言われています。家康にとって兄弟たちの存在はどのようなものだったか、今回はそんな知られざる兄弟たちを紹介します。第一幕、家康の父松平広忠の子供たち。まず家康の父にあたる松平広忠について少し解説します。三河の国ぬかた郡岡崎城の城主である広忠は、天文11年1542年於大の方との間に嫡男竹千代、後の家康を授かります。しかし竹千代が3歳の時に於大の方と離縁することになってしまいます。於大の方と離縁した広忠はその後牧姫を継室として迎えました。さらに何人かの側室もいたようです。離縁した後、広忠は継室と側室との間に何人かの子供を設けたと言われています。しかし広忠は24歳という若さで亡くなっているので、正確な資料が残っていません。曖昧な部分が多いというのが事実ですが、その中でも家康の兄弟としてある程度信憑性の高い人物を紹介します。家康公伝には広忠の子は家康以外に男子1人と女子3人の子供の存在が記されています。女子は竹姫、市場姫、矢田姫、男子は松平家元という名前だったそうです。家元は広忠に仕えていた女中の子だったという説もありますが、家元が生まれてすぐに広忠が亡くなったため、家康の兄弟だと名乗り出る機会がなかったとか。後に家元の母親が広忠から与えられた脇差しを家康に見せると、家康は家元を兄弟と認め家臣にしたといいます。しかしこの家元は架空の人物だったという説があるのです。家元は病弱であり、人前に出ることはなく屋敷内で一生を過ごした、や13歳の時に両足をなくしたという逸話があります。これは家康の伊布兄弟である松平康俊のことではないのか。また同じく家康の伊布兄弟である松平康元と没年月日が同じことから、康元のことではないのかという説もあり、家元の存在には懐疑的な意見が多いようです。この家元架空人物説は江戸幕府より編纂された資料でも指摘されており、架空の人物であった可能性は否定できません。さらに家康の異母兄弟とされる人物がいます。それが内藤信成です。信成は家康の弟とされていますが、この存在にも諸説あります。信成は13歳の時に当時松平元信と名乗っていた家康に会見、信の一字を与えられて信成とし、それ以降家康に仕えたといいます。信成は長篠の戦いや小牧長久手の戦いといった多くの戦いで功績を挙げました。最終的には長浜城主として68歳で病死したとされています。しかし家康は信成を弟として認識していたのかということも含めて、はっきりしていない部分がたくさんあるのです。ただ家康の忠実な家臣として生涯を全うしたことは間違いないと言えるでしょう。そしてもう一人、家康の兄として松平忠政という人物がいます。母は松平憲政の娘である奥の方とされています。奥の方は岡崎城に腰入れしてくる於大の方と入れ替わるように忠政を連れて三河の国桑貝村に移り住んだと言われています。
経緯ははっきりしていませんが、忠政はそれなりの功績を残し、三河の国内に領地を与えられ、守護家右京の大夫という官位を授かったのです。そして忠政には弟がおり、名前は松奥恵斎と言います。恵斎も忠政と同じく奥の方を母とし、三河の国桑貝村で生まれていますが、なんと家康と同年同日生まれ、時刻まで同じだと言われているのです。恵斎は家康と同じ城内で誕生したという資料もあり、実は双子だったのではないかという説もありますが、桑貝村での誕生説の方が有力なようです。恵斎は名前からもわかるように武将ではなく僧侶でした。この恵斎が僧侶となった経緯に関しても諸説ありますが、家康から許しを得て岡崎に瑞雲山高中寺を建立します。恵斎はこの寺で住職となり一生を終えたと言われています。このように家康の父である松平広忠の子は男子が4人も存在しており、推測の域ではありますが、家康の兄弟とされた者たちは家康のために身を捧げたのです。第2幕、家康の母於大の方の子供たち。家康の母である於大の方は松平広忠の正室です。尾張知多郡の豪族水野忠政の娘で、松平家と友好関係を築くための政略結婚でした。しかし第1幕でお伝えした通り、家康を出産した数年後に広忠とは離縁することになります。於大の方はその後、水野氏の実家である三河の国刈谷城に戻りました。そして坂部城城主である久松利勝と再婚し、男子3人と女子3人を授かります。於大の方と利勝との間に生まれた3人の男子は特に家康との関わりが深く、後に久松三兄弟と呼ばれます。3歳で於大の方と離れた家康でしたが、その後も絶えず連絡を取り続けました。今川義元の下で人質として育てられた家康でしたが、幼くして父を亡くしたこともあり、於大の方との交信は家康にとって心強く感じたことでしょう。こうして立派に成長した家康、桶狭間の戦いで尾張の近くまで進軍した時、近くに住む於大の方を訪ねたといいます。家康の訪問に大変喜んだ於大の方は、3人の弟を家康に引き合わせたそうです。そして家康も三兄弟との対面を心から喜んだとか。父は違っていても於大の方からすれば同じ子供たち、母親としての愛情と立派に成長した家康への信頼を感じられる良いエピソードですね。こうして久松三兄弟は後に家康に仕えることとなるのです。この三兄弟は安本、安利、定勝と言います。それぞれ詳しく解説していきます。まずは松平安本から。もともとは勝本と言いましたが、家康から安の字をもらい、それに伴って松平姓に改名しました。安本は小田原城の守備役として活躍、下宇佐の国関宿2万石が与えられ、家康の忠臣として52歳でその生涯を終えました。しかし家康が重宝したのは安本本人ではなく、安本の娘たちだったとか。安本には6人の娘がおり、家康は自分の娘たちでは足らず、この6人の姪を自分の養女として迎え入れ、次々と有力な大名家へ嫁がせたのです。豊臣秀吉はこういった形での勢力拡大を恐れたのか、大名間の婚姻は秀吉の許可が必要としましたが、家康はそれを無視し、勝手に政略結婚を進めていきます。こうして家康は徳川家の基盤を整えながら天下取りへの道を進んでいきました。
一方で安本の息子たちは徳川御三家に仕えるなど重職に就きますが、あまり活躍できず所領を減らしていきました。続いて松平康稔、彼は久松三兄弟の次男として誕生し、安本同様家康に仕えます。しかし家康が今川家より独立後、両者の間に不和が生じた際、法話の条件として駿河の今川家のもとへ人質として送られることになりました。大河ドラマでもその様子は描かれていましたが、今川家のもとで生活を送ること5年、ここで思わぬ事態が起こります。なんと武田信玄が駿河へと攻め込んできたのです。今川の家臣が信玄に寝返り、康稔は捕らえられてしまいました。そのまま2年ほど武田家のもとで人質生活を送りますが、家康の策を借りてなんとか脱出することに成功します。しかし冬の厳しい寒さの中で山岳越えをしたため、康稔は両足の指を凍傷で失ってしまいました。決死の覚悟で家康のもとへ帰還した康稔に対し、償いの意味もあったと言われていますが、その忠節をたたえ、褒美として一文字の刀と大麻の脇差し、苦悩状を与えたそうです。しかし足の影響もあったのでしょう。康稔は35歳という若さでこの世を去ってしまいました。康稔には正室との間に女子が一人いましたが、男子はありませんでした。ただ於大の方の願いにより、於大の方の弟の子である松平勝政が婿養子として迎えられ、康稔の家は存続しました。最後に松平定勝、久松三兄弟の一番下である定勝は、家康との対面はまだ生まれたばかりでした。成長した定勝も家康に仕えることになり、小牧長久手の戦いや長篠の戦いに従軍しています。定勝はこれらの戦いで活躍し、家康から大きな信頼を得ていました。実は定勝も小牧長久手の戦いの和睦の条件として秀吉のもとに人質として出される候補だったようです。しかし於大の方の願いにより免れます。その代わり家康の息子である結城秀康が秀吉のもとへ人質として行くことになりました。於大の方から見れば、長男の安本は本国である尾張を離れており、次男の利康は今川氏へと人質に出された後、武田信玄により甲斐の国へと連れ去られてしまったのです。それに加え三男の定勝までもが秀吉のもとへ送られることになればと、我が子を一人も近くに置いておけないことを寂しく思ったのでしょう。しかし家康からすれば、その代わりとして自分の息子を人質にしなくてはいけません。このため定勝はしばらくの間家康から疎んじられたとも言われています。しかしそんな境遇には負けず、定勝は数々の功績を挙げ、65年の生涯を桑名城で終えました。家康の兄弟ではこの定勝が一番有能であり、栄えた血筋と言えます。しかし家康の天下統一のために命を懸けたのは他の兄弟たちも同じです。家康と同じく戦国三英傑と呼ばれた織田信長や豊臣秀吉は、お家の安泰を成し遂げることはできませんでした。ですが家康は江戸幕府を開き、天下太平の世を実現できたのです。これに貢献したのは、知られざる家康の兄弟たちの功績があったからであると言えないでしょうか。皆さんはどう思いますか。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし面白かったら、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。